そう今3回やったか。じゃあ何回やろうかな。でももうちょっとやろうか。一番きついの何が一番きついのか分かんない。ずっと動いてることがきつい。あ、もうズボン履くのやつね、思ったよりきついですよ。うん、なんかこれはなんかあんまりきつくないから、多分聞いてない、多分なんか形が合ってないんだと思います。そうある意味演技もきつくない。あ、演技きついきつい。体力的ではなくなんか精神的うん、そうじゃあもう一回やろうかな。いきます。あ、まだいきます。はい、4回目やっていきます。皆さんも一緒に首を回しましょう。せーの、反対ありがとうございました。あ、44分、15時、44分、いっぱい見てくれてありがとう。わあ、44分、幸せですね。4回目、あ、4回目で44分。すごい、1万人の方ありがとうございますうまくなってきた、やった。そりゃ4回もやったからねうん。でもめっちゃ大変。おうち歩行より全然運動してる感じがします。なんでだろうね。おうち歩行も歌ってるし、16曲ぐらいいつもやってるけど、それ以上にこの4回3分半4回でなんでだろう。いつかメンバー全員でやってほしい。確かに。でももうその頃にはもう覚えてない、この体操忘れちゃううん。すごい。でもこれあれみたい、なんかさ、1週間でずっと踊ってたら何キロ痩せるみたいな、なんかバズった動画あるじゃないですか。あれっぽい。めちゃくちゃ疲れたんですがね。意外とね、大変ですね。水なんかさ、最近髪の毛めっちゃ伸びたなって思ったんですけど、でもこのぐらいの長さもいいかもって思ってきた。毛先とか整えたいけど、なんか長いのに見慣れてきました。でも今はこのぐらいの長さなんですけど、こんぐらい切りたい。5センチぐらい。ビビたるさですね。毛先整えるぐらい、これぐらい。いいんじゃねえか。じゃあもう一回しよう。じゃあこれでラストにします。5回、石田は5回で終わります。さよなら。うん。そう。おうち保園もあるもんね。そうこのあとおうち保園8時から1時間後ぐらいかな。ん ?6 時、あ、2時間後ぐらいですかねにおうち保園もやるので、そちらもぜひ見に来てください。ということで、じゃあ行きまーす。はい、じゃあ最後の STU 体操やっていきまーす。じゃあ首を回します。反対。出航しましたか楽しかった。見に来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうなんかたまにやろっかなまた。あ、でもな、もう一個端末がいるんですよね。あ、でももう覚えたかも、完璧に。いや、覚えてないかもやっぱりお茶会をやります、私はでもたまに気が向いたら STU 体操もたまにやろうかなと思うので、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、じゃあお礼をしていきたいと思います。ぴょんぴょこぴょんぴょん。20位ミムメモさん、19位バンブルホースさん、18位クリプトンさん、17位ムムさん、16位ジムジムさん、15位コモダさん、14位ドーグラスさん、13位フークロさん、12位エリオルマルさん、11位ヨピゾウさん、10位キタエさん、9位おいでます元気さん、8位ゆうじろうまるさん、7位よしまるさん、ラッキーセブン、6位水軍スピリットさん、5位やすちゃんさん、4位まさひろさん、3位ゆさなこさん、3、2、よすいえさん、2。そして第1位は演歌家さん、イエーイイエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとうね。見に来てくださった11644名の方もありがとうございました。この後は8時からおうち歩公演をやりますので、そちらも皆さんよろしくお願いします。2時間後にまた会いましょうということで、じゃあ終わります。3、2、1、バイバーイ。ありがとうございました。